間になりましたので、セッションの方を始めていただこうと思います。703号室1時40分からのセッションは、マーケティングを考えるとウェブサイトが見えてくるので稲葉智弘さんです。よろしくお願いします。早速始めさせていただきます。はい、自己紹介からですね。稲葉です。ゼロイチワークスという屋号でですね、なんかいろんなことやってます。ウェブのサイトの企画とか、最近なんかイベント企画とかで音楽やってくれる人の手配とか、わけわからないんですけど、いろんなことやってます。で、主な経歴としては、誰もなかなか信じてくれないんですけど、一番最初に仕事をしたのがイギリスでホテルでした。こんな格好なんで、全く誰も信じてくれないんですけど、嘘じゃないですけど。で、その後、なんか SIR やったり、外資系のところと仕事したり、いろんなことやってます。で、最近の活動ですね、ちょうど名古屋なので、ワールドフェス2017、去年ですね、実行委員長やってたりとか、あと、マウティングっていう、MA ツールですね、マーケティングオートメーションツールの、勉強会の運営とか、最近あと幼児向けのプログラム教室とか、それからわけわからんけど、コーワーキングみたいなのを基礎町でやったりとか、なんかもろもろやっております。で、今日話す内容は3つで、マーケティングって何っていう話と、ウェブマーケティング、あと妄想マーケティングですけど、ここの3つで話したいんですけど、皆さんでマーケッターとかの人っていう、マーケティングが結構いる。なんで、そういう人たちにはちょっと物足りないかもしれないですけど、なんかウェブ業界でマーケティングちょっと最近なんかいろいろ聞くかなっていうところで、簡単に説明していきたいなと思います。突然ですけど、オールインワン WP マイグレーションっていうプラグイン使ったことあるでしょ。めっちゃ便利じゃないですか。もう最高に便利なんですけど、なんかこの間使って感動してたんですけど、これどういう人が使うのかなっていう話ですね。だいたい最初の引っ越しがですね、3ステップで完了すると、プラグイン入れて、ここからデータエクスポートして、で新しいところにもう一回インストールして、でインポートすると終わると、 URL も簡単に変更できる。で、そんなすごい簡単なプラグインがあるんですね。で、結構感動していて、で、じゃあこのプラグイン使う人ってどんな人？多分おそらくですね、こういう人だですよね、バーンって考えると。でも、もうちょっと細かく考えていくと、ウェブの制作者っていうと別にワードプレスじゃないかもしれないし、でデザイナーさんもなんか使うかもしれない。いろいろ多分、でもこんな人は使うんだろうなって考えます。もうちょっと細かくすると、ワードプレスで開発運用してる人っていうと、この人たちは多分絶対的に使うでしょう。でも、いろんなことやってるよね、別に引っ越しとかなければ多分使わないよねっていうことで、きっともうちょっと細かく考えると、サーバーを移転したい人とか、開発環境から本番環境に移行したい人とか、あと、バックアップとかも利用したい人とか、で、結局きっとね、このオールインワンマイグレーションプラグインを作った人っていうのは、多分ここら辺がちょっと不便だなとか思いながら作ってるわけですよ。で、それを多分マーケティングに考えた時に、多分ワードプレスで開発運用してる人を、想定ユーザー、もうこの人が多分使うだろう、それでサーバー移転したいとか、なんか環境、本番環境に移したいとか、どちらかというと想定してるシーンなんですよ。で、こういったことを多分考えて、このプラグインあるとみんなにめっちゃ便利やろうとか、刺さるなと、こんな感じで考えるんですね。で、よいしょ。ウェブ制作もきっと同じで、クライアントからウェブサイトの作成とかリニューアル依頼ってあったときに、皆さん果たしてこれ考えてますか？誰が作るの？使うの？そういうことを、ちょっと今日お話しできればなと思います。で、ちょっとこれ一般的な、サイト制作ってこんな順序でやっていくんじゃないのかなって思ってるんですけど、
その時に大体まあヒアリングお客さんからなんか内臓作ってよって大体聞かれますよね。あとまああのどんな機能が欲しいのとかこんな感じとかそんな感じでまあまあいろいろヒアリングが進みます。でその後あいいんじゃないいいんじゃないっていう話で OK 出ます。ここから斉藤よくあるあるなんですけど、頑張ってもう納期間に合ってやっと作ったでテストで終わったから確認してねってお客さんに言ったらなんかイメージ違うみたいな、何やっぱこれいらないんじゃないこの機能みたいなね。そういった結構なんだろう手戻りとかまあちょっとお客さんとの触れとかでさらにまあそこら辺頑張って直して公開したらアクセス上がったけど全然売り上げ上がらへんとで毎日ブログ投稿してるのにとかまあいろいろ文句を言われてでこれってどうしたら手戻りなくして満足してもらえるウェブサイトが作れるんだろうっていうところで今日、まあ、本題というか話に入ってくるんですけど、マーケティングを考えると、まあ、ウェブサイトが見えてくるということで、さっきみたいな手戻りとかいろんなもろもろあるんですけど、最初からのそのコミュニケーションってすごい大事で、それこそ想定ユーザーとかそういったところをやっぱりシェアしてないとなかなか苦しいかなで、じゃあまあそもそもマーケティングって言葉って何？みんなマーケティングマーケティングって言ってるけど、一体マーケティングって何なのっていうことをまあちょっとなんか偉そうなところで調べてみるとですね、マーケティングとは企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との総合理解を得ながら公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動であるって書いてあるんですよ。分かった人いる？これピンとくる？これで来ないよね。これ読んで全然ピンとこないで、まあじゃあアメリカがマーケティングの本場だからっていうことで、ちょっと英語はあれですけど下になんか翻訳があって、マーケティングとは顧客、依頼人、パートナー、社会全体にとっての、価値ある提供物を創造、伝達、配達、交換するための活動である、一連の制度そしてプロセスであるとか、これもうちょっとさっきより分かりやすくなった、日本よりはまだマシだと、でもまだまだ分からんということで、まあ売れる仕組みが欲しいんだよね、そのためがそれがマーケティングなんだよね。でまあ誰に何をいつどう届けるかっていうのがすごく大切なことなんです。でこれ案外漏れるんですね。サイト制作とかやっていると、まあこういうデザインにしてくださいとかこういう機能にしてくださいとか全然意識がなくなってきて、エンドユーザーとかお客さん誰にっていうところが大体漏れてる。なのでこれを考えるのが結構重要ですよ。でちょっとだけもうちょっとウェブ的な表現にすると、まあターゲットユーザーに、まあ、その人たちが欲しいと思っている情報をタイムリーに伝達できる、コミュニケーションができる仕組み、これがウェブのマーケティングだと思うんですね。今までだと多分そのなんだろうチラシ配ってなんとか、まあ、そういう話はだいぶ変わってくる。で、ちょっとこのマーケティング的な話になってくるんですけど、一番最初にまあいわゆる潜在顧客、まだその宣伝したいものを全く知らない人たちで、この人たちにまず対してですね、認知させないといけない。まあ、それはどういう方法があるかってまたちょっと後で説明していくんですけど、まず知ってもらうことが大事ですよね。サービスにしろ商品にしろね。でその後、まあ、興味関心を持ってもらう。やっぱり知ってもらった上で、あのなんか面白そうだなって思ってもらわないと。でその後にですね、やっぱり安いところで買いたいとか、さっきこの商品本当大丈夫かとか、このサービスどうなんだろうとか、いろいろ比較検討します。それで押しって言って買うわけですよ。買ったり、まあ、お金払ったり、サービス の, 提供を受けたりとか、でこれがまあ行動っていうことですね。で最後それやってくれてたお客さんっていう話で、じゃあウェブマーケティングでどんな感じで認知させていくかっていうと、あとごめんなさい、もう一個共有、その後ですね、お客になってからこれいいよとかそういうことで共有をしていきます。で、あのペイドメディアって言われてるものがあって、これ大体認知とか興味が引くんですけど、単純にウェブの広告、あとあのマス広告ですね、テレビ、新聞、ラジオ、
まあ、こういったものとか、あと個別媒体系ですね、チラシとか DM とか、こういったものでまず認知と、興味関心を広げてもらいます。でその後最近だとやっぱり SNS とか動画とかメルマガとか、まあ、もろもろあると皆さんも詳しいくらいで、一応位置づけとしてはウェブサイトっていうのが多分ここの中核にあって、まあ、例えば興味関心を引いて広告でストラックしたらウェブサイトに来たりだとか、マスコミ のテレビだと詳細はウェブでみたいな、そんな感じで多分このウェブサイトに来るんですね。で当然だけど比較検討とかいろいろされてきます。で、まあ、アナリティクスとか、まあ、ワードプレスよりコンテンツのマネジメントシステムがここに入ってますね、システムとしては。でそれ以外に最近 MA って聞いたことある人いる？なんとなく興味、はい、マーケティングオートメーションっていうのは、ね、その認知した後に興味関心を、まあ、つけてもらうためにやるようなことで、すごい単純な話、この人にこのメールを見た人には、じゃあこのなんか次の新しいメールを送ってですね、でそれで優先順位をつけて、この人はお客さんとしては一番お客さんになりやすそうなお客さんだねみたいな、そういうことで MA マーケティングオートメーションっていうのをやっていくんですけど、ちょっと混乱しやすいのはカスタマーリレーションシップマネージメント CRM、 まあ結構有名なのがいっぱいありますよね、商品含め。でこの CRM と MA っていうのが大体混同されるんですね。で CRM って顧客管理なんですね、簡単に言えば。だからお客さんになっちゃった後にどうするか、要は一回買ってくれた人はもう住所から何から全部持ってるわけですよ。でその人にもう買ってくれたから趣味傾向っていうのもある程度分かってるんですね。でそういう人にもう一回何かリーチしてアプローチしようとすると CRM っていうのを使っていくような形ですね。でマーケティングオートメーションはその以前ですね、まだお客さんになってないからその人がどんな人か分かんない、まあ、そういったところで活躍するようなもので、これとこれをまあ組み合わせたりしていく。でよいしょ、あとはまあ SNS でこうやってよかったよってみんなやってますみたいな、そんな感じ でこのリードジェネレーションっていうのからファンっていうのになっていくんですけど、要はどんどんこう育てていって、例えば何か何でもいいんですけど、新しい商品があって一回お試しでやってみませんかと。でこれ美味しいですよ、で食べてみて無料だ美味しいな、でそしたらまたなんかこれ良かったなと思えば、そのタイミングが買わないんですけど、またどっかでチラシを見たとか、どんどんそうやって要は育てていくんです。リードナーチャリングって言うんですけど、最終的にお客さんになってもらうまで情報とかそういったまあサービスを与え続けて、まあ、顧客化して最終的にはすごいいいサービスだなってファンになってもらったら、その商売っていうのはなかなかいい商売になる。で、よいしょ。で、じゃあそもそもこのちょっと前にね、このエンドユーザーとか潜在顧客って皆さんなんかサービス考えてどんな人かって想像してます？ここにいる全員エンドユーザーだったらみんな服の趣味も違うし、ね、なんかいろいろ違うじゃない、年齢も様々だし、でこういったところをちゃんと考えないといけないと。何してる人、年齢は、趣味はとか、まあ、いろいろ考えていく。でこういうことを考えていくのをペルソナを作っていくんですね。でここで言うと調査や顧客データなどをもとにその商品やサービスを利用するだろうという想定される、象徴的な顧客像ってことで、これちょっと小野さんっていう方を、まあ、題材にしてるんですけど、この後多分登壇されるんですけど、住まいは名古屋市だと。で勤務先は印刷会社で、まあ、大体勤務時間が19時から17時とか、業務内容はウェブ制作で、まあ、ワードプレスとそのコミュニティ運営が趣味だとか、まあまあ、もっと細かくやってったりもするんですけど、まあ、こんな形でですねやっていくのがペルソナですね、想定する人物と。でさっき一番最初の辺でシーンとか言ってましたよね、そのプラグインを使うタイミングみたいな。でそれはどちらかというとカスタマージャーニーマップ、まあ、何をいつどう届けるかみたいなことを考えていく。でこれをウェブ制作会社が勝手に考えたらもう多分無理なんですよ。だってお客さんからなんか、じゃあ例えば飲食のね、なんかイタリア料理屋さんからちょっと考えよう、で片やなんか病院のなんかから考えようとか言われても、そんな幅広い知識持ってないじゃないですか。
でも皆さん多分サイト制作っていろんなバラバラなものをいっぱい受けて制作してると思うんですね。だからこうそういう場合考えお客さんと一緒に考えたりします。今あの名古屋で マウティングっていうのを、まあ、オーガナイズしていろいろな人呼んでるんですけど、リアルなお客さんそこに巻き込んで今一緒にやってます。でそういうことをやっていくことでクライアントは、まあ、何を考えているかとか、どういうお客さんなのかとか想定しているのかとか、まあ、そういったのを一緒にシェアしていく、まあ、一緒になんかワークショップ的に頑張って考えていくみたいなことをやると案外いいです。であのそうするとですね、大体一緒に考えているので手戻りがまず少なくなります。だってお客さんが言ってて、こっちも一緒に意見出してて、一緒に作ったみたいな感じだと、お互いこれには絶対いいよねっていうような自信を持つわけです。なので、かなりそういった意味ではいいんじゃないか。で、そういうことでいろいろやっていくと、まあ、コンバージョンとかもつながり、当然お客さんの方が詳しいので、つながって最終的に満足するようなサイトになる。でですね、まあ、妄想マーケティングを進めということで、さっき言ってたような一緒に考えましょうって言うじゃないですか。でもいきなしやれます？今までやってない。それはあのサイトのデザインとかプログラムとか、それとも皆さんすごい得意ですよね。おそらくここにいるそのウェブ制作の人、マーケットの人はちょっとあれかもしれないんですけど、でそしたらお客さんと一緒に考えるのにいきなりぶっつけ本番ってつらいんです。でじゃあ練習台のお客さんっているかっていうとなかなか見つからないんですよ。でそこでまあちょっと、まあ、1月でもちょっと喋ったんですけど、妄想マーケティングっていいんじゃねえかっていう話をしていて、で何かっていうと、これ知ってます？大阪の赤旗屋さんっていうのかな、赤ガキ屋さんっていうのかな、赤ガキ屋さんっていうお店なんですよ。で立ち飲み屋なんですけど、結構たまに大阪来ると好きで行くんですね。ナンバとか、まあ、多分いろんな支店があるんですよ。でとりあえずなんか実際にある企業とかお店とか、まあ、そういうマーケティングの練習したいなって思うようなところをまずピックアップします。それで実際まあ行くことができれば一番いいんですけど、まあまあそうそうなかなか難しいんですけど、まあ、ネットとか今だったらネットとか具体的な情報とかって結構収集できます。例えばホームページにアクセスすればどこにあるだとか、営業時間だとか、近くの地図が表示されるのでどんな建物が近くにあるとか、いろいろあります。で、だいたい特徴とかも見ていくと、いろんな、いわゆるそのコメントとか書いてありますよね。あの評価コメントとか、美味しかったとか、まずかったとか、まあ、そういうのを見てなんとなく考えます。で、あとおすすめなのが Google マイビジネス。混んでる時間とか結構いろんなことが出てます。なので Google マイビジネス最近たくさんに登録するように言ってるんですけど、まあそういった形で想定条件みたいなものを情報収集します。でその後ですね、妄想します。これだからちょっと皆さん発想力鍛えないといけないんですけど、まずここの店主から相談があったと。で、まあ、悩みはですね、最近なんか野菜とか結構もうめっちゃ高くなってる、天候も悪くてなんか暑かったり寒かったりでめっちゃ高くなってる、だからどんどん利益減ってる。で、ただやっぱり安さを売りにしてるんで、商品の値上げはですね絶対やりたくない。もう1円でも高くしたら他の店に全部取ってこられるね、大阪はそんな感じだと思うんですけど、なので、まあ、そういったことはやりたくない。質と量もやっぱり減らしたくない。でも利益減ってるからお客さん増やしたい、なんとかウェブでなんとかなりませんかみたいな相談を受けたと。皆さんどうします？そういう諦めてくださいって言いますね。だってそんなね、めちゃくちゃじゃんって話になるんですけど、まあそれをちょっとだけもうちょっとリアルに考えましょうと。例えばお店の特徴、さっき言ってた、まあ、安いとか早いとか、まあ、想定は近所のおっちゃんがよく来るとか、サラリーマンに恋のバラとか、そんな感じのお店です。なんとなくわかりますよね、立ち飲み屋って。まあ女性がめっちゃ入りづらいっていうね、そんなところだと思うんですけど。で、先ほどの店主の悩みですよね。まあお客さんを増やしたいという悩みがあります。まあ利益も減ってきてるから。でも、まあ仕入れ先とかそういうのも変えるのは難しいよとなるときに、まあ単純にこれまとめると、客数を増やすか、客
客単価上げるしかないんですよ。じゃあそれどうやってやるの。まずですね、可能性のある他のお客さんっていないのかな。例えば主婦を入れてみるとか、大学生、まあ、旅行客、もうちょっとなんか最近観光客多いからちょっと旅行客になんか英語メニューでも提示したらいいんじゃないかとか、まあ、いろいろありますよね。でもおそらくですね、こういうお店ってこの中で例えば来てくれそうな人っていうとあんまり変わり映えしないと思うんですよ、ね、サラリーマンとか近所のおっちゃんとか。それでじゃあ女性入れたらどうなると思うんですか。例えばカップル、そのおっさんばっか飲んでるなんていうカップルが仲良く来てどんな雰囲気になりますか。カップル楽しいかもしれないですけどね。でも例えば大学生でも主婦でもいいですけど、そういう人が来た時に僕らおっちゃんは居心地がめっちゃ悪くなるんですよ。だって隣でなんかこんなの飲んで酔いだくれたいのにさ、綺麗なお姉さん来たらさなんてなるわけじゃないですか。なんでまあそういったところもちょこちょこその妄想的に考えていく。で今回まあじゃあ僕はどういうことを考えたかということで、近所のおっちゃんもうちょっと来ないかなということを考えました。でまあお昼と夜はまあ大体混んでるんですけど、月曜日との朝ですね、あと午後とか夕方だったらもうちょっとお客さん増えるかも考えるわけです。そこはキャパがあるし、でおっちゃんたちは昼は飲みに来るけど朝は来ない。じゃあ朝なんか来る方法ないかな。僕は朝から空いてる店だったら行きたいですけどね。まあまあまあ、それでまあ可能性のアイデアをとにかく出すんですね。もっといっぱいアイデア出しすればいいんですけど、まあバカなアイデアでもいいし、どん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 発想していく、妄想していく、そういうことをやっていくといいと思うんですね。例えばまあたくさん飲んで食べてもらう、でまあ高い商品を出して、で長い時間滞在してもらおう。でじゃあ近所のおっちゃんがターゲットだと。でお昼もまあ夜もまあ混んでるけど、月曜日と夕方とかのちょっと前だったら空いてるよね、可能性あるよね。じゃあアイデアとしては朝から来てもらう、お友達と一緒に来たら倍の単価になるよねとか、月曜日に来てもらったらいいよねとか、本日のおすすめの単価を上げるといいよね。じゃあこれを施策に落とすと、なんか方法論考えろっていう話なんですけど、じゃあどんな方法があるっていうところでちょっと考えました。平日の10時から11時に2名で来店したら1時間1000円で飲み放題にします。ただこれビール飲み放題にしても1時間で飲めるって多分そんなに変わらないんですよ。でここビールが多分200〜300円で飲める、300円ぐらいだったらよくない、だからまあそんなに費用的には問題がないということで、でその時にちょっとだけおすすめ品を高めの値段設定にしとこうです。いつもより20円高いおすすめ品でやっとけばいいキャンペーンになるんじゃないか。でもでこっからウェブの話になるんですけど、これでこの情報どうやってそのおっちゃんたちに伝えるのがいいですか。ブログで伝える、それともウェブサイト、まあ、ウェブ広告って言われます。なんでチラシ、どれが一番ベストだと思います。チラシとかウェブ広告って何がいいですかね。結構ここからさっき言ってたペルソナとかカスタマージャーニーマップっていうのがすごく大事になってます。で僕が今回想定したのはペルソナっていうので、野添さん年齢65歳で大阪市中央区に住んで定年退職して現在無職、まあだからいわゆるその年金暮らしですね。で独身です。でなんか一人暮らしで、まあ今できれば誰かと結婚して余生をみたいな。であとまあ趣味がお酒、あとまあワードベースコミュニティの運営なんかやってます。で退職金が意外にあって1600万ぐらいで、年金が毎月22万円まで、なかなか優雅な生活ができそうな感じです。で普段からまあ暇なんで近所で飲み歩いてる。で、まあ、月1回ぐらいワードベンチにも来てます。こんなおっちゃんがいるとでですね、まあその人にまず認知してもらおう、で先ほど言ったように興味関心引いてもらおう、でぜひぜひ来てよ朝10時にみたいな時に、まずこのおっちゃんの行動を知らないと多分来れない。でこのおっちゃん考えるわけですよ、どんな行動してるか。結構 IT 明るそうだなとか、コミュニティとかいろいろやってるから。そうすると朝6時に起きてですね、
まあ、年寄り早いんで、Facebook とかチェックしたり、LINE チェックしたり、あとまあなんかちょっとそのさっきね、なんか頭よく見えるようにしようと思って、なんかスマートニュース見てたりとか、あとまあお昼頃になるとですね、近所の立ち飲みに行ったりします。でさらに月1回コミュニティに、だからこのお茶に会おうと思うと月1回のワードベンチに行くか、ワードキャンプ大阪に今日来てるかもしれないので来るかね、すればいいわけですよ。あとはまあタッチポイントっていうことで Facebook とか LINE とかスマートニュースとかそういったものももちろんタッチポイントで、これまあカスタマージャーニーやっていくときに結構このタッチポイントかなり重要になってきて、どういう広告を打つとその人に情報を届けられるか、そういうことを考えていくんですね。で例えばその人が結構興味あることは案外婚活情報だ、どこの飲み屋が安い、あとワードプレスの情報だとか、でこういったものを総合的に考えていって、例えば施策としては店内に LINE アップって、まあ、皆さんご存知だろう、まあ、なんかいわゆるクーポンとか配れてたりするんですね。だから一杯無料、一品無料みたいな張り紙しとくわけです。なんでかっていうと案外そういうお茶って別に来て飲んでるのが好きだから、まあ、携帯いじることもそんなに、だから張り紙、大きな張り紙みたいな一品無料みたいな張り紙をしとくと、でそこで簡単な、まあ、登録方法とか、まあ、店員さんが教えてあげたりとか、でそういうことでやっておくと、で、まあ、スマホを持っている人向けに、まあ、バーン、次の日の朝とか の10時に来たらさっき1000円ですよみたいなのを報告すると、でこういったことをよいしょ考える。でそうすればきっとですね、あのおっちゃん来るんじゃないかと。そうするとこれってウェブを制作するっていうのはお客さんに提案するのは LINE アットやりませんかっていう提案なんですよ。でウェブ制作やってる人ってどうしてもウェブを基軸に考えたくなっちゃう、張り紙とか考えないし、チラシとかもあんまり考えない。でもやっぱりその一番大事なのはお客さん、エンドユーザーにどうやってリーチしてその情報を持って来てもらうかっていうのが多分すごく大事なことで、なんでまあ日々こう妄想をし始めるんですね。だからその実際にある企業とかまあやってみたりとか、でさっきみたいに現場に行ってネットを使って情報収集したりとかで妄想したり、であとまあペルソナとかカスタマージャーニー、もっとすごいちゃんと作ればいいんですけど、そういったものをまあお客さんと一緒に考えるというのいうようなことがですね、結構大事なファクターになるのかなと思っています。で、よいしょ、最後まとめ、ちょっと今日早いのかな、27分、はい、大体いいですね。で、まとめとしては、まあ、基本お客さんがウェブサイトを作ってくださいって言ってくるっていうことは決してウェブサイトが欲しいわけではないっていうことを皆さんに絶対理解してほしいなと。で、まあ、何が目的かっていうと、ブランディングしてほしいとか売り上げを、まあ、上げたいとか、そういうのが本当の後ろに控えてる意味なんですね。うちのウェブちょっとなんか最近アクセス悪くてとか、サイトの見場が悪くてとか、いろいろ言う人いるんですけど、彼らの本音は売上上がんなくてちょっとヒーヒー言っててねみたいなのが本音なんですね。だからそういったところをちゃんと考えてあげるっていうのはすごく大事で、あとまあ先ほど言ったようにウェブサイトをベースに物事考えないで、エンドユーザーの行動とかそのカスタマージャーニーみたいな形で どういう行動をして何をしているお客さんが本当 そのいわゆるその依頼したウェブ制作を依頼した人じゃなくて、その先にいるユーザーを考える。で、あとまあ普段から練習しないとなかなかそういうことも考えられないので、まあ、妄想してくださいということで、こういったことを考えていくとですね、サイト制作のデザインだとか機能だとかそういったものってもう少し明確になるんですね。なのでお客さんが本当にこれって思える、そのお客さんっていうのは本当のエンドユーザーが絶対にこの例えば赤い色がいいとか、じゃあなんでそのデザイン赤にしたのかとか絶対理由があるんです。で、ランディングページとかよく頼まれるんですけど、結局そのランディングページって1種類だけだと本当意味がなくて、だってさっきみたいにおじさんターゲットで、じゃあ次の3日後におばさんターゲット、次の3日後に若い人ターゲットって言われた時に皆さんどうやってそれ対応するのか。だからそういったところをウェブサイトをまあ例えばこのグーテンベルグでも何でもいいんですけど簡単に作れるようにしておくということすごく大事で、
その趣味思考にある程度合わせて広告をしないと広告効果ってやっぱり半減するし、だからそういったところをまあ考えていくのがすごく大事なことじゃないかと思い、今日なんかすごい簡単なマーケティングのちょっと入り口だけの話なんですけど、大体30分でしょ、はい、終わります。稲葉さんありがとうございました、はい、質問のある人手を挙げてください。意外とおとなしいで、じゃあちょっと私から質問させていただいていいですか、はい、今あの、まあ、ウェブサイトのどちらかというと、まあ、作り方とその作っていく上でのマーケティングっていうお話だったと思うんですけど、実際のツールとしてのマーケティングとそのワードプレスの連動とかっていうので特に頑張ってる点とかありますか？あのね、これ言うとあれなんですけど、まあ、連動とか多分そういったところってマーケティングオートメーションに関してはいろんなプラグインが出てたりだとか、まあ、すごい設定自体もそんなに難しくないんですよ。でも MA やってる会社さんとかもたまに来てるんですけど、何が困るかっていうと MA でもうこの人有料顧客にすごく近いと、もう本当にこの人お客さん寸前だっていう点数を全部つけていくわけですよね。で、一番高い点数がついた人に会社でじゃあって言って、そのマーケティング担当とか、まあ、システム担当ですよね、がどうぞって言って営業にデータを渡すわけですよ。で、そこでコミュニケーションがなかなか取れてない。で、そうなると何が起こるかっていうと、ああこういう情報あるのね、ありがとう以上電話しない、なんかマーケティング政策でなんかやらない。だってこの人もお客さん寸前ですよって言ったら、これどうですかって、なんでそういうのかとか、やっぱりなんでかというと、そこには営業部署とかやっぱ隔たりが結構あって、で営業の人たちってこういう、まあ、マウスっていろんな情報取れるんですね。その人が何回アクセスしに来てるかとか、あの何を見てるかとか、このメールを送った時のリンクが10個あったうちのこの1個クリックしてるとか、そういう頻度を持ってあの点数つけてたりするんですよ。でも営業さんに渡す時って一番順位でこの人って渡すわけですよね、きっと。そしたら営業なんかやってくれるって言われると、営業が動かなきゃ全く意味ないですね。なので MA 入れて本当に効果出そうと思うと、社内含めてちゃんと意識統一ができてないとかなり厳しい。で、MA 効果ねえじゃんっていうその話になっていって、じゃあ実際に動いた人何したのっていうフィードバックも来ない。だから結局マーケティングってさっき言ったように想像とか仮定仮説どんどん立てていって 100% 成功するものなんてほとんどなくて、頑張って何回かやって1個当たった、マーケターの人たち多分ね、絶対こんな金使うんやからやれよみたいな話で怖いですよね。で、それでデータ上げてんにもかかわらず営業さんがそういう残念な状態になるっていうのがあれなので、今話してるのは MA やりたい人はまず必ず営業さんとか社内の仕組みシステム、そのコンピューターとかじゃなくてね、そのワークフロー的なところとかをまず見直してくださいね。それでワードプレスの連携とかっていうお話をしているっていう状態ですね、はい、ありがとうございます。答えになりました。会場から何かございませんか？じゃあどうぞ。EC サイトとかいろいろやってるんですけど、はい、あのその辺のもう企画とかそういう話になってくるときに、大体その先方のお客に大体ビスモリテールかなんか定義ってどんな形でやってたりします？あのね、困るんすよぶっちゃけ本当に困ってて、もう昔みたいに HTML1 ページずつ作るんやったら、まあいくらでも出せますよね。出せますけど、だんだん分からなくなってきてね、本当ね、はい、僕も割に合わないなって最近思ってて、例えばこれって多分もうちょっといっちゃうとコンサル領域なんですよ、はい、企画とか入るから。で、じゃあそのコンサル費用ってシステム会社がいきなりさ数百万円ドーンってコンサル費用ですみたいなことをやると、何考えてんのって言われますよね。で、じゃあコンサル屋さん、まあいろんなコンサル会社知ってるんですけど、めっちゃ結構な額チャージしてるんで、ああはいはいはいってなるんですよ。何が違うってずっと思ってて、だってシステム会社がやってる内容とコンサルがやってる内容って結構似てたりするんです。なのにこっちはお金もらえてこっちはお金もらえないわけです。
ね、ひどい話じゃないですか。で、超大手の鉄道会社のなんかサイトの裏側ちょっと知ったんですけど、コンサルさんがボールを取ってたっていう。まあ僕ちょっと案件で言えない案件いっぱいあるんですけど。これ録画されてるので。なので、某案件部ね、コンサルさん1人1ヶ月くると1000万くらいかかった。で、じゃあその制作の結果が出たかっていうと出てない。で、じゃあウェブ制作会社って結構メリットあるんですよ。だってコンサルってウェブのこと全く知らなくてもコンサルできちゃうんですよ。で、最終的にウェブ制作会社が悪いんですよみたいな話になるんだけど、そうじゃなくて一から関わって最初安くやってあげればいいんですよ。それこそ本当に付帯サービス的でもいいと思うんです。で、もうそこからです。さっき言ってた内容で、まずは認知してもらって興味持ってもらって、お試ししてもらう。で、僕その最初の時に今回はこれちょっと無料で、今回お安くしときたんですよ。それこそ自分でさっきのマーケティングです。で、ガツンと効果が出た時に、いや通常価格これですよ、バーンって出してくれます。なんでそういうマーケティングを自分でもやった方がよくて、皆さん自分自身のブランディングをちゃんとした方がよくて、多分そういう費用でいくらっていうのを、例えばこれぐらい、1回目自分でさっき妄想じゃないけど全部作ってみたで、どんな資料を作らないといけないかとか、どれぐらいの工数かかるのかとか計算して、で、まあ、人月計算してこれぐらいですよって言って出すと。ただ最初からそんなの絶対やってくれないので、お客さんにうんで、でやってたら、僕の場合はなんかある会社さんはなんか、まあ、じゃあ広告ちょっとこんだけ全部やってとか、うん、依頼が来るんですけど、ただ受けるともうドキドキがずっとそんな感じですかね。すいません、はい。そうしましたら、ちょっと時間になりましたが、このセッションは終了したいと思うんですけども、今この部屋がすごく混んでいるので、まず立ち見の方から一回出ていただいて、その後客席の方が動くようにさせていただければと思います。で、ありがとうございます。稲葉さんに動きます。みんな前にずっとやったのをみんなの力でまた元に戻していただいて。